どうもダイキングです。本日も動画を見ていただきありがとうございます。今回はですね、ワンクリックだけで快適になる Mac の紙アプリのご紹介でございます。まあ僕ね、Mac の動画、いろいろね、レビュー動画とか出してるんですけども、どのアプリがじゃあおすすめですかってもう7億回ぐらいね、聞かれてるんで、7億、もう嫌になりそうなので、まあこの動画見つけたあなたはですね、もう 勝ちましたもう救われました今回まあクリーンマイマックさんとのタイアップ動画ではあるんですが普通にねあの毎日のように使ってますあの正直ね最高です正直なところマックの容量が足りないとかねうわちょっと動作重いなって思うことないですかでもどうしたらいいかわからないめちゃめちゃわかります <laughs> もうでもねそんな日々はこのクリーンマイマック X で終わりにしましょうしかも ワンククリックでとりあえずね、初心者向けと言いますか。まあ、これ買っとけば間違いない感じであるので、なんで僕が勝手に決めちゃいました。じゃあ、ちょっと中身見てから決めたいっていうね、方もいらっしゃると思いますので、ちょっと見ていきましょうか。解説していきますんで。で、ちゃんと最後にね、お得な情報もあるんで、ちゃんと見てね、最後まで。えー、<laughs> 今回紹介するクリーンマイマック x、はい、マックポーさんっていうところが出してるアプリになります。どうです見てこれ。 ちょっとだけ想像してみてください。今使ってる Mac が新品同様にはい、ということでですね、えー、多くの方にご利用いただいているですね、世界標準のオールインワンパッケージということで、膨大な量の不要なファイルを取り除き、Mac 購入時のスピードが速かったかのようにね、Mac が新しくなるとかね、いうことです。オールインワンパッケージなんで、まあ、Mac の中の掃除をしたりとか、セキュリティ対策とかね、まあ、全部これでできますあ。無料ダウンロードもできるんで、まあ、もしあれだったらやってみてください。で、Mac のメモリの例えば 容量が少ないなとか、メモリね。あと、マックが重いなーとか、なんかね、容量いっぱいだなちょっとどうしようかなみたいな時に役立つアプリになっております。これ一つで最適化ツールの代わりになるというか、ね、もう全部、クリーナーとかね、パフォーマンスモニター、マルチウェアとかね、なんでもあります。まあ、ざっくりちょっと3つぐらいね、まあ、主なね、特徴3つですね、解説したいと思います。で、これが一応アプリの画面なんですけど、まあ、後ほどもちろんね、えー、見ます。ちょっと見るここデザインがね、こう、角丸とかになっててね、まあ、Apple も一応公認のアプリであるので、デザインとかもね、 めめちゃめちちゃゃいいい、んですけどども、はい、ちょっと後ほど見ます。まずは1個目としてこのクリーニング機能ですねデジタルスペース解き放つって書いてあるんですけどデータですね不要なデータを全部こう見つけ出してきてですねファイルを取り除いてくれるまあ例えばじゃあ、えー、メールに添付されてる動画とかね写真とかまあ結構膜って重かったりするんですけどもそういったものとかを探し出してきてですね削除してくれると。 いう感じですね、まあ、余分なデータを取り除いてストレージ容量を開けてくれるっていうクリーニングっていう機能がまず1個ありますでこれがすごいのがワンクリックですよ1個のボタンで、まあ、このスマートスキャンっていうのをスキャンっていうのを押すだけで全部行ってくれます安全という意味って書いてあるんですけどもこの容量を開けると同時にこの高速化っていうのをね2つ目なんですけども行ってくれますフリーズするたびにラム、まあ、メモリですねやっぱりあのアプリをいろいろ立ち上げるとメモリっていうとこを表示するのでやっぱ動作が重くなったりとか ですねまあ、メンテナンススクリプトとか書いてあるけどログイン項目あとまあ起動エージェントとかマックを起動した時にいろんなアプリがねなんか自動的に立ち上がって重くなっちゃうみたいなねこれ勝手になんか知らない間になってるのがあるんでそういうのも見てくれます負荷がね軽くなってマック自体の動作が速くなるという感じではありますまあ詳細もねまあ、数倍速くなったり高速ブートとかですね 軌道、まあ、とかメモリー特にやっぱりインテル版とかはですねかなり重くなりがちなのでまあどんなアプリが動いてるのかみたいなのを見てくれて不要なやつは消した方がいいんですかみたいな感じで提案してくれます非常にこれ大切ですけどやっぱセキュリティですねセキュリティソフトとかあるんですけどもこれもえっと兼ねてます実はまあ Mac 自体は基本的にはセキュリティは高いんですけどもとはいえねやっぱりウイルスが入る可能性もゼロじゃないというところで脅威をね全て撃退しっていう全部一応ファイルとかを検索してくれてまあ大丈夫かどうかっていうのを見れます ま、このプライバシーのところとか、ウイルスがいないかどうかっていうのを見てくれますね。っていう、ま、あ主な3つですね。まあ、それに付随して、このアプリケーションの管理ですね。アプリケーション。まあ、このアンインストーラーっていうのも入ってて、まあ、アプリをこう、一括でこう、ここでですね、あのアプリを消してくれると。まあ、最近じゃあこのアプリ使ってないんです。使ってないですよね。じゃあもう消してもいいんじゃないですかっていうのを提案してくれたりとかもしますね。まあ、なんで容量がね、開いたりとか、まあ、動作も軽くなったりするので、っていうのが、ま、ざっくり概要ですかね。はい。 アップデートとかも見えるんで、まあ起動時間が例えば最大4倍になったりですね、アプリが最大2.5倍速くなったりとか、まあ容量が大体最大5倍にっていう、まあ特にやっぱこのインテル版のものとかはかなり効果あるんじゃないかなと思います。生活をエンジョイしようという。でもちろん日本語対応しております。ということで、ちょっと見ていきたいと思いますね、実際に。まあ、さっき見てもらった感じデザインがまずね、えー、もういけてますよね。<laughs> ちなみに、えー、っとこんな感じで、えー、動かせます。 にできるんですけどもまあ一番簡単なのこのスマートスキャンってやつですかねこれをタップしてもらうとクリーンアップですねまずこの容量がちゃんとこうはい不要なファイル検索してまずセキュリティですねまあ、ウイルスが潜んでないかスキャンして、はい、あとまあ高速化するためにめっちゃ検索してなよいしょよいしょはい進んでおります、まあ、こんな感じですね全部 ファイルを今検索してくれてます。まあ、僕多分1テラーぐらい入ってるんで容量が、はい、ビューンって今音が鳴ったんですけども。で、これで実行を押すだけですね。はい、まあ、システムのね、無駄なゴミとかを検索。そんなんの。<laughs> まあ、これ毎日してるとね、そんな出ないんですけども。まあ、これだけでも,も、もう、ゴミ箱に1テラーあったのか。 はい例えば今こう出てきたんだけどメモリが今結構今重いですみたいな解放とかもできますねはいでこれで3ギガ空きました <laughs> これだけでワンタップででこれ多分結構まあ僕毎日動画のために1週間ぐらいねあえてやんなかったんですけどこれ毎日やってると結構ね綺麗になりますねっていうのがまあ、このスマートスキャンというのが非常に便利もうワンタップでできるんで これがめちゃめちちゃゃい,いですあとまあこの「クリーンアップセキュリティ高速化」とかまあいろいろあるんですけども、まあ、例えばこの「システムジャンク」とか、まあ、さっきの、ね、スマートスキャンでだいたいできるんですけど、まあ、基本この「スキャン」っていうのを押せばですね、まあ、分析、まあ、無駄なファイルとかないかなとか、まあ、これで削除すると全部ここでできるのがいいよねっていうねもう勝手にほらてかもうかこのデザインとかもさいけてるでしょ <laughs> はい、じゃあメールルのファイルとか、 まあ基本的にはこれ全部ねスマートスキャンでやってくれるんで、まあ、今クリーンアップされてますけどもウイルスとかねこう一個一個見ていくこともできます、まあ、こうスキャンしてクロームとかね確かにそうだねサファリとかはい、まあ、こんな感じで項目がいっぱい出てくるなすげえじゃあ今クッキーとかかあれだね まあデータのあれだなプライバシーみたいなところを全部もう消しますよみたいな検索クエリとかねはいビングとかここら辺もすごいんですけども最適化例えばこういうとこを押してもらうとこれ起動エージェントなんですけどもまあ、起動した時にこういうの立ち上がってますようででこことかで例えば無効にしますとかねできるんですよこれすごくない結構 <laughs>、はい、あとまあリソースの多い消費アプリとかもございますまあこうなんかよくわかんないやつがですね結構使っ 容容量容量ととかかっっててますよっていうのがわると、まあ、メンテナンスまあ例えばじゃあこのアプリこのアンインストーラーってやつだとまあアプリを消せるんですけどもまあ、こんな感じでサイズ今、まあ今ゅんしてるんでまあ、結構容量をとってるアプリはこれですよっていうのがねこうざーっと見えたりとか。 これですね最近なんで使用してないものの中で容量があのいっぱいありますよっていうのを教えてくれたりとかもしますね。で、ここでね、もうワンタップでね、ちょっと B フォーカス最近使ってないからいいか。ここで押して、このままいけるんですよ、アプリ。ほら、終わり。<laughs> めちゃ楽でしょ。あと、まあこのアップデータとかでね。 これとかめっちゃ綺麗だよね。ちょっとベントゥーラーにしてないけど。はい、で、OS とかもすぐね対応してくれるんで、ここら辺も結構ありがたい。で、今アップデートありますよ。このアプリあるんで、送りもマックスあったな。<laughs> やってくださいよとか、まあ、こういうのもね、できますんで、個人的に結構あと、まあ、容量を開けるのでいいの、このスペースレンズですね。はい、このスキャンを押してもらうと、ストレージなんで中に入ってる容量を今、 検索しててくれてるんですけどもで何に使ってるのかっていうのが、まあ、もちろんこれで出てくるんですがこれすごいのがねこの分かる視覚的に分かるあのね容量の多さが分かるって一目で分かるっていうのがすごいなと思いますしかもこれちゃんとここやったらこっちにも連動してるっていうねでこのユーザーズとかねシステムなんか20ギガ入ってるなとこのなんかライブラリーってとこになんかなんだこれはっつってこう押していくじゃないですかはいはいはい まあこれ多分マックのシステムで消すとやばいんだけどこんな感じですごくないですかこれ全部こう容量と大きさが連動しててどんどん入っていけるっていうね。っていう風なねこの使い方まあ容量何に使ってるのかよくわかんないっていうね方多いと思うんですけどもここでどんどん見ていけるんでまあ大体僕の場合はやっぱ動画がねどうしても多いんでめちゃめちゃこのピクなんだこのピクチャーっていう <laughs> はい「フォトライブラリーにねめっちゃ入ってます」とか例えばこれ選択肢はそのまま消せるんですよね。 はい実行しようとしてますでグリーンアップしてくれますこのまま、はい、空いた要領 <laughs> っていう感じですねめちゃめちゃ楽ですで長い間、まあ、例えばじゃあ使用してないファイルとか、まあ、その中で特にサイズの大きいものをこう検索してくれたりもするのでまあ、自分で探すの面倒くさいよっていう人は結構適的にやってんで出てこないですけど、まあ、こんな感じでできます、はいまあ、シュレッダーとかもあるんで ファイル選択してまあ、この場でこの場でまああのこのムービーをね消したりとかふだも開いてシュレッダーすればそのまま消せますめちゃ便利でしょ <laughs> 便利すぎてビビるわっつってねっていうのが、えー、クリーマイマックでございましたであとこのメニューバーでもなんと見れます個人的にこのメニューバーかねこの上からですねこれ出てくるんですけど 使えるのがめちゃめちちゃゃ良くてまあこういういい推薦事項みたいな出してくれたりとかアップデートした方がいいよとかセキュリティの方っていうの見えますし例えばじゃあこの容量に関しても見えるんですよほらあと71ギガですよとかドライブの状態とか今温度とかね結構すごい,いですかでここでメモリを開放したりとかじゃあちょっと今フォトショップ俺結構重いなみたいな8ギガ今なんで8ギガ使ってますよみたいな、はい、でここでもう終了そのままできるんだよね ここで解放って押せばもう解放されるというねいう感じで、まあ、こういう使い方もできるんねでねでバッテリーもねじゃああと4時間ぐらいで充電切れちゃいますよとかバッテリーの状態とかね見えますはいで CPU のこの温度とかも、まあ、リアルタイムでね見えたりするのですごいよねでもここでなんか Wi-Fi の速度の <laughs> 測定とかもできるからね <laughs> これ結構使ってます僕早いな50、はい、ですごいのがでここの この速さだったらこの、例えばこういった作業ね、じゃあ動画見るのにいいですよとか、ちょっと遅いんじゃないとか、こういうのまで出てくるからね。すごくないはい。で、これちょっと今出てないけど、Wi-Fi、Fi? デバイス、AirPods とかつないだら、ここにも出てきます、えー。充電量とかも出る。すごいですよね、結構。はい。これめっちゃ便利です。っていう感じでございました。はい。で、じゃあ気になるそのお値段なんですけども、料金設定に関しましては、えー、このサブスクリプション、年間ですね、年間のプラン。 とこの AQ ライセンスっていうまあ買い切りモデルがあります。まあ、僕は一応この買い切りモデルを買ってるんですけども、はいで今回クーポンの、ね、適用、まあ、このリンクをね貼っておくので適用されるんですけども、30%オフ、30%オフになっております。これ年間ですけど月じゃない3585円でて。年間3585円なんで、いかがですか ?300 円月、安。<laughs> まあ2台。 5台とかまあこれそれぞれに合わせて使ってもらえばと思うんですけども買い切りだとま7676円、まあ、今僕が見てるやつだとですけどこれまあどっちがいいのってねちょっと難しいんですけどもまあ、この A 級ライセンス、まあ、違いとしてはアップデートはこのライセンスでもあの細かいやつはねあの受けれるんですよらしいです。はい、まあ、こんんな感じでで結結構構ねアップデートされていいるる割と、ね、こう細かい修正結構来るんですよほほらほら,ほらもう いっぱい入ってくるんですけどなんかサブスクリプションはなんでただなんかその大きいアップデートですね主要なアップグレードに関してはもう完全にアプリがガラッと変わるみたいなこれがなんか3年とか,なんか1回とかあるらしいんですけどもまもしかしたらたそれいつあるか分かんないとそういった時には料金が発生するとまあただなんか半額でねこうアップグレード可能だったりとかまあ切り替え割とかもね他社のじゃあ Mac のクリーナーとかウイルス対策ソフトを使ってる場合もこう40%割引しますよとか。 結まあなんでね割と買い切りでもいいかなって思うんですがまあ例えばじゃあ2台使いたいとかあとまあ初期費用ねやっぱ抑えたいって方は結構年間のサブスクリプションでもいいかなと思いますねまあ正直じゃあどんぐらい使うかわかんないなまあ僕は毎日使ってるんであれですけどまあ多分めっちゃ便利なんで一旦ちょっとお試しでみたいなところだとまあサブスクとかでもいいのかなと思いますけどねまあ気軽にこう切りやすいなっていうところあるんでまあ5台とかだっらねかなり。 まあお得に使えたりでするとか2万円引きなのえ？大丈夫 <laughs> 大丈夫って感じなんだけどっていうプランがございます。っいうか安,安いな値段おかしいんだよまず <laughs> クリンマイマックでございました。はい一応まあ30%オフが8月1日までだった。一応まあ期間限定ではあるのでまあちょっとお早めにあの気になる方はぜひね概要欄からチェックしてもらえばと思います。もう本当にね僕も毎日使ってる、ね、アプリでアプリですので、まあ、ぜひちょっと一度ね 使っていただければなと思いますはいまぁ、あ、こんな感じでちょっと mac の情報とかねいつも出してますので今回少しでも役に立ったよって方はぜひグッドボタンとねチャンネル登録お願いできればと思いますということでまた次回の動画でお会いしましょう良い1日お過ごしくださいじゃあまたねいやねあのこれマジで便利だからちょっと1回使ってほしい使ってほしい